皆さんこんばんは。低いかな。はい、こんばんは。やっほー。もう少し待ってから挨拶しようかなって言っても、自分のいつものルームなんだけど、こんばんは、やっほーです、こんばんはです。はい、皆さん私のルームに遊びに来てくれてありがとうございます。第3回目の小島愛子ファースト写真集発売記念スペシャル始まりました。イエーイ。はい、愛子寺です。小島愛子です。小島愛子ファースト写真集愛した時間発売まであと、皆さん何日か分かりますか？ヒント、これ正解です。あと8日になりました。はい、うん、発売日はですね11月1日の金曜日ということで、もう答えでしたねこれ。あとね8日です。明日で1週間切ることになりますね。いやー、あっという間でした、この1ヶ月。もうね、公式 X、 写真集の公式 X の方では動画のカウントダウンがいつの間にか始まってて、もうね、あれよあれよという間に10月が過ぎ去って、11月1日までもうあとわずかですね。楽しみですね。発売日まで待ったね、延期されてから本当に。あ、はい、この配信はですね3回目なんですけど、発売前のラストのスペシャル配信となります。もちろん本日もですね、このショールームをご覧の皆様のためだけに特典をご用意しました。あ、パラシュートありがとうございます、イエーイ。そうです、今夜もあります。今夜もあるよ、限定の特典があるよ、パラシュートありがとう。じゃあ絵柄を公開しちゃってもいいですか？ギフトもありがとう。はい、ではですね紹介しますね。ね、大きい方と小さい方どっちがいいですか？2つあるんですよ手元に。大きい方で、分かりました。はい、じゃあね、今夜の配信限定の特典ポストカード絵柄をご紹介します。で、ね、あ、予約ありがとう、パラシュートありがとう。いきますよ、まだ見えてない。ドキドキ。
ました。はい、いきますよ。せーの、どーん。前回と同じ。あ、また間違えました。あ、パラシュートありがとうございます。じゃあちょっともったいぶるのやめてお見せしますね。せーの、ざーん。やっぱちっちゃい方がいいんじゃない、これ。こっちの方がいい。はい。海の中に入ってる写真です。三つ葉持ってる。どれがいいかな、こうがいいかな。かく海の中だよ。あ、予約ありがとう。これはギリギリ、ちょっと下の水着が映ってないけど、まあ水着のカットですね。これ淡路島の海です。ギリ映ってない、下の水着がギリ映ってない、上は普通に映ってるけど。パラシュートありがとう。感謝するね。まあちょっと大きい方でもお見せします。じゃーん。こんなポストカードです。そう、今日ご予約していただきますとこちらのねポストカードがついてきます。こうの方がいいか。で後ろにあの夕日が、後ろから夕日がね、なんか刺してます、夕日が。うん、ご予約ありがとうございます。じゃあ今回もここに帰っていこうかな。ご予約ありがとうございます。限定本や限定ポストカード、見える？見える？はい、こちらが今夜ご予約された方にのみ、ついてくるポストカードの写真です。ね、この大きさじゃないよ、ポストカードって。ポストカードってわかるよね、わかるよね。ポストカードはこれぐらいだね、うん、のこのサイズじゃないんだけど、この写真のポストカードです。はい、画面に表示されておりますカートボタンを押していただき、
ショールームより写真集をご予約いただいたお客様に限定絵柄ポストカードをプレゼントいたします。こちらただいまの配信時間限定の特典になります。今この瞬間を見逃したらもう手に入らないので、皆さんぜひぜひこの配信でご予約くださいって言っても、もう早速たくさんパラシュートが飛んでるけど、ありがとうありがとうありがとうここに着地するよね、パラシュート、ありがとうございます、注文したよ、ありがとうはい、この商品はですね、うん、あ、キャッチ、この商品は発売日前後に発送予定の発送予定です、うん、というわけでこの写真についてなんかおしゃべりできることあるかなって思ったんだけど、何か、あ、ご予約ありがとうございます何かありますか、皆さん質問、この子に対して、ありがとう、ご予約、海での撮影の裏話ありますか、あ、あるよ、三つ葉はね、そう近くに落ちてたんですよ、落ちてて、ていうかなんか浮かんでたかな、海に浮かんでて、それで、ううん、用意してもらってないの、これは淡路島の海なんですけど、なんか海の中に入って、じゃあ撮ろうかみたいな、撮ろうかっていうか、まあ撮ってた最中になんか流れてたんです、三つ葉がプカプカってそう、だからあ、これ指に巻いたら可愛いんじゃないと思って巻いてやってみました。あ、同じポーズ、ここにあるかないか、しかもね、これ薬指に、左の薬指につけてるからね、三つ葉、そうだよ、薬指なんですよ、つけたの。でもでも私がこの薬指につけた理由っていうのが、四つ葉だったらつけてなかった三つ葉だからまあいっかと思ってつけました、なんとなくそれは別にもう深いあんまり意味はなくて、なんとなく、予約ありがとう。そうで、なんかこの水着の撮影は、海での撮影は夕方だったんですよ。で、夕日と一緒に撮りたかったんだよね。それで一番最後の撮影だったんですよ、2日目の。だからもうこれが終わったら美味しいもの食べれるとかって思いながら結構キャッキャキャッキャしながら、うん、キャッキャッキャっていうかね、なんかリラックスしてた気がする、うん、あ、これで終わるみたいな終わるなとかって思いながら撮影しましたね。うん、なんかいい写真、反射するけど、あ、見えるか、バーベキューはしてない、バーベキューしたかったな、あ、そうなんですよ、この水着ね公開されてないよ確か
確か公開、まだ公開されてないんじゃないかな、これ。なんかギリギリまで粘りましょうって言われてた水木です。そう、これはストライプですね。 STU っぽくない？ちょっと今日ツイッターに上がってた。おお、そうなんだ。ストライプの水着です。はい、まあね、こちらが本当に前回前々回同様配信限定になりますので、ぜひぜひご予約をお願いいたしまする。よろしくお願いします。はい、このストライプも私が選んだ水着です。その通りです。海岸のあたりお店がいっぱいできてた。お店あったっけ、なんていうところで撮ったっけな。で、お店あったっけな、どうだったっけな、違うとこ見てたかも。あ、でもなかったかも。はい、あとですね、皆さん本日このショールームが始まる前に写真集公式 X で特典の絵柄が公開されましたが、皆さんチェックしてくれましたか？はい、もう19時台に公開済みだと思うんですけど、ストア別生写真がですね、各ストア2種計10絵柄のやつと、あの HMV 限定カバーとタワーレコード広島店限定ポストカードと写真集封入ポストカード3種ランダム1枚封入の、絵柄が公開されたと思います。たくさん来たのでびっくりした。びっくりさせちゃいましたか。過ぎた、ありがとう、嬉しい。あ、ありがとう、パラシュート、ご予約ありがとうございます。そうだね、私年齢分写真集買ってほしいですとか言ってたけど、もう全然一冊でもね。あ、ありがとう、予約してくれてありがとう。一冊でもねゲットしてくださればくださると本当に嬉しいです。はい、あ、でもね、まあ、皆さんが皆さんが少しでも個人へのなんだろう、個人への なんか忠誠心みたいなのを、ちょっと見せるのであれば年齢数。そんななんか冗談なのでね。気づけば余裕で超えてました。すごいね、本当に。すでにご予約された方もされてない方もいるかと思うんですけど、あ、もう一つおまけで買ってもいいかなとか、一冊ぐらい買ってもいいかなって思った方はぜひお願いします。
ドゥドゥ。うん、ありがとう、予約してくれてありがとう。ショールームの販売はまだありますか？ショールームの販売は、うん、あ、これがラストかな。多分今日の配信でこの特典がつくみたいな、予約したら特典がつきますよっていうのはもう終わりかな。今日がラストだと思う。11月は多分配信ないと思うね。今のところ予定にないから、お渡し会はあるけど、うん、そんな感じです。ね、3回あっという間でしたねそう、これがラストだと思う。はい、ではでは皆さんに、改めて各販売サイトでの購入についてご案内します。これはあのプロフィールに書いてあることを読んじゃうんですけど通常版がですね、 Amazon、H&M お取扱店、セブンネットショッピング、タワーレコードお取扱店、楽天ブックスにてご購入のお客様には、特典としてスター別限定絵柄のラム写真がそれぞれ2種からランダム1枚つきます。ネット書店ごとに生写真の絵柄が異なりますので、お買い逃しなく。さらに HMV お取扱い店では限定カバー版も販売します。通常版カバーとは違うカバーが外付けでついてきますので、お手元に届いたら気分によって限定カバーにしたり通常カバーにしてみたり楽しんでみてください。予約ありがとう。なお、こちらの H&M お取扱店限定カバー付きの商品には、特典の生写真はつきませんのでご注意ください。で、封入ポストカードは、写真集に通常版、限定カバー版、共通でポストカードが3種からランダムで1枚封入されています。こんな感じです。はい、でそしてあの前回のね、第2弾の時にお知らせしたと思うんですけど、イベントですね、11月9日土曜日、東京 H&V& ブックス渋谷、11月10日日曜日、兵庫 H&V 三宮大パ、11月17日日曜日、タワーレコード広島店にて特典会を開催いたします。はい、そう、私がイベントです。皆さん、特典会の参加券はご購入していただいたでしょうか、いただきたでしょうか。まだの方はお早めにご購入ください。前売り券販売は東京、兵庫の特典会は11月4日月曜日の22時まで、広島の特典会は11月4日金曜日の23時59分までです。予定枚数なくなり次第終了となりますので、お早めにご購入ください。はい、詳細はね、写真集公式 X、HMV& ブックス渋谷、HMV 三宮大パ、タワーレコード広島店のストアイベント情報ページよりご確認ください。皆さんぜひ会いに来てください。購入しました。ありがとう。ありがとうございます。そして、もう一つお知らせがあります。パネル展について、はい、東京、大阪、広島それぞれね、パネル展の開催が決定しました。展示期間は写真集発売日の11月1日の金曜日発売日から、11月14日木曜日のまでの2週間です。11
週4日間2週間あります。はい、3カ所であります。ありがとう予約ありがとうございます。限定店舗限定パネルもあるので、ぜひ全ての店舗に足を運んでみてください。できたらね。さらにパネル展期間中に HMV&BOOKS 渋谷、HMV&BOOKS 心斎橋タワーレコード広島店の店頭にて写真集をご購入いただいた方には、各店舗それぞれ6名様に直筆サイン入りパネルが当たるキャンペーンも実施します。こちらも詳しくは写真集公式 X、 各店舗公式 X よりご確認ください。なんか盛りだくさんだよね、本当に。みんな情報頭に入る？あー、ありがとう、ゲット予約ありがとうございます。うん、あかりんさんのは外れたの？あ、そうなんだ。じゃあ私のは当たるかもしれないから申し込んでみてよ。あ、ありがとうございますここに落下するんだよね、写真集予約パラシュート。の写真は私は選んでない。それはなんか選んでいただいたやつ見て OK ですとだけ言いました確認して、こういうねショールームのこの特典のこのポストカードの絵柄は私が決めたけど、飾るものは選んでいただきました。え、反対に落下してるの？こっちなんですか？じゃあ私こっちに手やるね。私の画面ではずっとこっち側に落ちてくるんだよじゃあこうするじゃあ私ずっと、あ、来た、これで受け止められてるここでした。私ずっとこうしてた。そっか、反転してるのか。ナイスキャッチしてた？ありがとうご予約。はい。じゃあ、ね、この台本にね、8日後に発売を控えた現在の心境ってあるんですけど、心境？なんだろうって感じで。どうしよう、なんか。そうだな、発売もうすぐだなっていうことと、あと、新規でもね、なんだろうね、やっとえ、いろいろ思ってることはあるんだけど、うん、なんだろう、やっとだな、やっと発売されるなっていうこと？と、うん、うん、やばい、いろいろあるって言ったけどあ、ありがとうございます、ご予約。1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっと待ったからね、なんか心境というかっていうか、もうなんか、もう、あ、発売日かみたいなえ、なんかわかるみたいな
本当にとにかくやっと皆さんの手元に届く日が近づいてきたことがすごく嬉しくて、みんなと渡し会とかで会った時の反応が楽しみです。楽しみだ。みんなは大阪、東京、広島、私会はどこに来てくれるの？あ、ありがとう。予約ありがとう。お、あれ、え、すごい、全部の人もいる、全会場の人もいる。渋谷です、三宮です、広島、三宮、東京、三宮、広島、三宮、三の、三のに来てくれるんか、みんな。三宮行きます、嬉しいな。東京、大阪、広島、今のところは三宮。うん、ありがとう。今日ね、あれ、イベントのあれ、衣装、撮影した時の写真集の時の衣装を着ることは決まってたんだけど、その中からどれを着るかっていうのを今日決めました。ちょっと11月寒い、あの格好はちょっと寒いかもなって思ったけど、でもあの格好をしようと思います。水着は、水着じゃないですよ水着は着ませんよ、水着以外でね。これじゃないからね。これは今日のただの特典、ただのっていう、うん、特典だよ。特典の写真。これは着ないから、これは着ません、水着は着ません着ないよ多分 STU 側からもう NG が出ちゃいます、それはありがとう。この水着は写真集の中にありますか？もちろんあります。これのね、すごいお気に入りページがあります。あ、ご予約ありがとうございます。お気に入りページがある。だからこれの私のお気に入りページを早く見てほしい、うん、もう早く見てほしいとしか言えない。早く見ろたち早う、ね、なんか早く来てほしいよね。ユーチューブたちがクラゲできないじゃない、え、できるの、できないんじゃないありがとう、たくさん見て私から行きます。あ、でもそれはいいね、見た後に感想を、広島とかだったらもう言える、全然言える。いや、でもあれか、東京、大阪でも全然言えるか。見てちょっと感想を言ってください、準備しててくださいね、
くありがとうございます。パラシュートとっとっとありがとう。はい、なんか私会のその衣装は何着か変わる、その部によって変わっていきます。はい、17日だけ1着なんだけど、それ以外は3着部数によって着替えるので、そう、違う服を着たりもしますので、お楽しみに。そうなんですよ、うん、そうです。会場では水着は着ません。写真集見て私から言ってもじもじしてたらすみません。もじもじしなんでえ、でもね、そんな、なんかめっちゃ攻めてるかとか言われると、攻めてるかと言われるとそんなに攻めてないし、言うて全然健康ヘルシーですよ。ヘルシーな写真集ですよ。そんななんか際どい服は着てないかな。はい、1時間経ちましたか？何分ですか？38分です。じゃあもう一回アナウンスしますね。発売前ラストのスペシャル配信ですが、もちろん本日もこのショールームをご覧の皆様のためだけに特典をご用意しました。絵柄はこちらです画面に表示されておりますカートボタンを押していただき、ショールームより写真集をご予約いただいたお客様には限定絵柄ポストカードをプレゼントいたします。こちらただいまの配信時間限定の特典になります。今この瞬間を逃したらもう手に入りません。なお商品は発売日前後に発送予定です。本日このショールームが始まる前に写真集公式 X で特典の絵柄が公開されましたが、皆さんチェックしてくれましたか？19時台に公開されてあるんですけど、ストア別生写真各ストア2種、計10絵柄、HMV 限定カバー、タワーレコード広島店限定ポストカード、写真集封入ポストカード3種がですね公開されました。はい、小島愛子ファースト写真集愛した時間発売まであと何日か、皆さん分かってますかあと何日ですか皆さん。ヒント、なんとあと8日です。発売日は11月1日の金曜日です。はい、発売前ラストのスペシャル配信ですが、もちろん本日もこのショールームをご覧の皆様のためだけに特典をご用意いたしました。絵柄はこちらです画面に表示されておりますカートボタンを押していただき、
あ、ご予約ありがとうございます。ショールームより写真集をご予約いただきます。いただいたお客様に限定絵柄ポストカードをプレゼントいたします。あ、じゃあパネル展のことを言っときますか。はい、東京、大阪、広島にてパネル展の開催が決定しました。展示期間は11月1日から11月14日までの1週間です。店舗限定パネルもありますので、ぜひ全ての店舗に足を運んでみてください。おお、そうなんだ。うわー、初めて聞いた。知らなかった。さらにパネル展期間中に HM ブックス渋谷、 HMV& ブックス心斎橋、タワーレコード広島店の店頭にて写真集をご購入いただいた方に、各店舗それぞれ6名様へ直筆サイン入りパネルが当たるキャンペーンを実施します。詳しくは写真集公式 X や各店舗公式 X よりご確認ください。すごいすごいすごい、なんと、おお、知らなかった知らなかった。2回目とは思えないほど新鮮な情報、イエー。はい、では大事なことなので何回でも言っときますよ。パネルは変えたりしないです。こんばんは。今日はタロットコーナーありますか。ないんですよ実は。今日ね、何かしようかなって思ったんです。でも第3回目で、しかもなんかラストだから、なんかお話に集中しようかなって思ったんだけど、心境と言われるとなんだろうって思っちゃった。真面目にしたかったんだよ今日は。はい、ありがとうございます。あと17分です。言いたいこともっと語ってよ。なんかさ、あれ、写真集がさ手元にあって、この時こうでああでってやった方が喋りやすいんだよね正直。Understand?トラナいないよ。だから今何を喋ろうかなって思った時に、だからさ、あの時のあれはとかって言って、なんかまだ先に話したくないんです。あの時のあの写真のあれはとか見て、後で見てくださいっていうことになっちゃうから。あ、ご予約ありがとうございます。何だろう、心境早く無事に延期されずに発売されますように、このまま無事に発売されますようにっていう感じです。じゃあ写真集以外の話しよう。いいよ、普通の配信になっちゃうけど、まあいいか。そうだな、全場所を兵庫に限定したのは、地元だったからです。一瞬ね、九州で撮るかも少し考えたけど、でもなんか私の、なんだろう、人格、
形成された場所っていうのかなが兵庫だったから、だから思い出がその分たくさんあって記憶に残ってることがたくさんあるから、もともと福岡で生まれたり途中まで育ってたりしたけど、うん、なんか兵庫の方が私は思い入れがあるから、うん、学生時代過ごしてきた場所っていう。あ、そう、お話し会がね追加されたんです。お話し会。そう、学生時代の思い出って濃いから、うん、だからなんか兵庫で撮れたらいいなと思って願いが叶いました。じゃあスクショタイムしますか。同じポーズ。写真と同じ。そう、イベントで協力してくれたみんなの名前は私の手書きでどこかに載ってます。それも確認してくださいね。イベントに参加してくれた人はみんな絶対チェックだよ。手書き、そう、手書きです。100位までの方書いております。チェックしてね。頑張ってくれてありがとう。なんかね、その手書きで文字書くときにね、綺麗に書きたくて、すごい部屋の端っこで壁、こう、なんていうのかな、こう角があるじゃん、部屋のね、角って、いや、ここに私が角にこう背中を後ろにして、ここの部分で、こっちに右肘固定して、こっちに左肘をこうやって固定して、この一定の筆圧とバランス崩さないようにこうやって書いてました。シュッシュッそう、手ぶれ防止手ぶれ防止しながらちゃんと綺麗に書いたよ。ありがとうございます。そう、緊張しながら書いた。出来上がるの楽しみ。でもなんか自分の写真集ができるってすごいね、本当なかなか人生でないじゃないですか。
撮っていただいて、それが一冊の本になって、なんか、まあ、どれもこれも皆さんがイベントで力を貸していただいた、貸してくださったおかげです。ありがとうございます。一生の記念です、本当にありがとう。みんながあの、でも今年か、あのイベント、あのイベントで、ショールームイベントで、でもあの時ね、本当にことは頭にあったから、なんかそれで最後に卒業前のなんか大きな、なんか大きな、なんか記念として発売できるものが写真集だったらいいなってすごい思って、それでイベントに参加したから、うん、卒業前に皆さんにこうやってお返しできる形に、思い出を、ね、写真にして、一冊の写真集にしてお返しできることができて嬉しいです。こんばんは。多分まあ薄々みんなも少し気づいてたのかなとかって思ったりするけどどうでした、イベントの時、あ、なんか卒業するのかなとかって思ってた、どうなんだろう。そんなに気づいてなかったでもね、中にはね気づいてなかった。あ、アイテムあり、アイテムじゃない、ギフトありがとうございます。なんかね、中には、まあ、イベント中に、なんか発した言葉がすごい引っかかってて、あ、卒業のこと考えてるのかなって思ってたって言われたりもしたから、だからすごい、気づいてる人もいたんだって思ったフ年婚の後にがっつり否定されたから、そうだね、まあ、あの時も全然考えてたっていうか、もう1年前ぐらいから卒業のことは頭の片隅にあったし、私のノートの記録、自分のね、あの人生設計のノートがあるんだけどそれの記録では2023年の5月になんか卒業のことについて書かれてあるから、その時その時だった。で、あの、あれ、
のツアーがあったじゃないですか、去年。夏のツアーがあって、でその後に私も言い出そうとしたんですけど、そしたら卒業ラッシュがバーって続いて、おっとこれはおっとこれはちょっと一旦ストップってなって、でまあ心の中でずっと2023年はずっと止めてて、でそしたら写真集のイベントがあって、あ参加してこれを卒業記念として残せたら嬉しいなって思ってイベントを参加して、でその後にもう年明けて4月とかになって、でやっとマネージャーさんとか運営の方に伝えてって感じで、そうだね、うん、そう、なんかもともとね、実は3年間ぐらいの活動の予定だったんですよ、自分の中では。まあ21、22、23、24、24、3年間活動できたら十分だなぐらい。別になんか年齢でとかではないけど、そう、なんか当初はそんななんか3年以上いる予定はなかったって感じ。でも部活とかの感覚じゃなくてね、私の中でアイドル活動は3年ぐらいが限界なのかなと思って、自分の中で。そう、でも全然想像してたより楽しくて、めっちゃ楽しかったよ本当にうん、なんか私がなんで3年って自分の中でなんか設定してたんだろうって思うぐらい本当に楽しかった。うん、私なんかそんなそこまでなんか、まあ、口ではね年齢のこととか、まあ、自虐みたいな感じで言ったりするけど、そこまで気にしてもなかったし、意外と、まあ、これは卒業発表した時にもう言ったけど、なんかそれだったら年齢とか気にしてたら21、22とかでアイドル始めてないからねね、そうこうしてたら、いやなんかまあいろいろ話してたら時間が来ました。今日はちょっと真面目に語れてよかったです。カートクローズまであと少しです。ご予約をお願いいたします。本当にもうあと少しはい、改めまして小島愛子ファースト写真集愛した時間は11月1日金曜日発売です。詳しい情報につきましては写真集公式 X や各サイトをご覧ください。じゃあ壇上を読みますか。はい、壇上を読みます。
13位、チバニャン、12位ズーミン、11位マジックさん、10位アノーミへ行く7月、9位ナベナベ社長、8位ケンケン、7位マグ、6位ハルキング、5位ボクベンパサラン、4位あやちゃん、3位クジマサ、2位ハイキー、1位シンゴ。ありがとうございました。イエーイ、ありがとう。これで最後の発売記念配信だと思うんですけど、皆さん3回分見に来てくれたり、配信で予約してくれたり、ありがとうございました。じゃあ皆さんまた配信でお会いしましょう。お渡し会とかでもお会いしましょうありがとうございました。楽しかった。